さあはい、さあはい時間がありません。私、また寝坊いたしました。しかしですね、これ、もう会社行かなきゃいけないんだけど、ちょっとですね、言で言、中国がバカすぎてですね、これお伝えしないとですね、会社行けないわ、ちょっと、ちょっと、お伝えさせて、あのね、中国史上初、中国史上初でですね、なんとですね、インターネットに反日投稿するんじゃないえ、インターネットでえ日本の悪口を言うんじゃない、我が国家、アホの中国人たちをという形でですねえ、中国政府がですね、なんとインターネットでえ中国、日本人の悪口を書くことをですね、禁止し始めました、禁止し始めました。でねねねこれね本当に、ね、中国 史上初なんですよででなんでこんなことな、ね、い、今までですねあの日本人への悪口を煽ってきたのは中国政府の口に、なんでこんなことを書くんだって、みんな思うよね、思うよね、あのね、なんでかっていうと、ですね今ね、中国政府への、ですねこれね、あの中国政府によるですね中国国民へのです、ね、圧力がすごすぎて、中国国民がね今ね、バカになりかけていて、今ね、すごいのよ。もう気がついてる人多いと思うけど、毎日毎日どこかで殺人事件が起こってるんですよ、中国の国内。で、これね、日本人に向かったり、アメリカ人に向かったり、中国人に向かったり、もうね、無完全無機動。 もう、中国人がですね周りの人をやたらめたらね、刺しまくってるんですよ。これ見てみ、これ、本当にやばいから。このうちの1件の記事読むけれども、もうね、昨日も殺人事件、今日も殺人事件、きっと明日も殺人事件みたいな状況になっていて、もう中国ね、今、魔界みたいになってるんですよ。で、この状況をですね、なんとかして抑えるためにですね、そのうちの1個だろうこの反日、この反日感情をですね、抑え込むに中国が来たんだけれども、これ、多分ね、いろんな意味で。 やばいことになると思いますがどうも、やめなこさんでございます。はい、ということでございますね。中国はですね、やっぱね、バカなんですよね。今日ね、ちょっとお伝えをしたいのは、えー、これ、これね、昨日の夜中からポーンって出てきたですね、あの、中国の IT 業企業がですね、なんか日本の反日への書き込み、反日の書き込みを削除し始めた。これはどうも中国政府の指示のようであるという形のですね、えー、なんでこんなことをしたのか、今中国のコネがめちゃくちゃになっていて、で,でも殺人事件起こりまくってるんだけど、そのうちの一気をですね、それご紹介したいなと。で、これね、日本で殺人事件を起こすやつなんて、も、ま、う、あ、頭がおかしいやつじゃん。頭がおかしいやつなんだけれども、 中国の国内でね、殺人事件を起こしてる方って、結構ね、普通の人なんですよ。ね、中国,あの,中国のね共、共産党とか、ああいう権力者にですね、抑え込まれた抑え込まれた抑え込まれて、鬱憤が溜まって、ついに爆発をした、普通の中国国民みたいな形のね、殺人事件が、これ相次いでいて、その象徴的なもんが一個あったからね、こちらもちょっとお伝えしてきたいなと思うんだけれども、でね、これ不思議なことにですね、これね、中国はどうしてこんなね、反日をやめるんだなんてことをね、これ、史上初だからね、本当に、言い始めたのかっていうと、これね、中国政策、これね、なんだろう、 中国国民のですね、この鬱憤がですね、今ね、中国という国をね、滅ぼしそうになってるのよ。で、中国は今やんなきゃいけないことって、実はね、経済がボロボロでしょで、これを立て直すために、外資企業の誘致をしたいわけなんだけれどもね、だからあの中国系企業ってさ、なんか外資系企業をですね、なんか縛る法律を山ほど作っておきながら、でも外資系企業さんこっち来てみたいな感じで、中国は安全ですよとかわけのわからんことを言ってんじゃん。言ってんじゃん。ね。これはあの中国経済を立ち直されるために、あの西側のお金がね、頼ろうとしているという一面があるんだよね。で、この一面をですね、 どこだっけ国連だっけで突っ込まれていて、なんか中国っていうのはですね、あの、西側諸国の経済力に頼ろうとしつつもですね、あ西側諸国を経済的に攻撃をしている。何なんだんだ、このダブルスタンダードは、つった突っ込まれるというような、おかしの政策ばっかり中国はやっていると。で、もう一面がですね、観光客に来てほしいんですよ、中国って。ね。日本はですね、今ね、観光立国としてですね、大成功を収めつつありますよね。まあ、その弊害もすごくて、え観光できた中国あ、ねあ、韓国人とかがですねえ、なんか神社で迷惑をかけたりであるとか、富士山の周りでトラブルがあったりであるとかっていう形で、弊害 起こってきてきるけれどもでも、世界的に見たら、観光業界はですね、日本のね、日本の観光業界っていうのは成功してるんですよ。で、これを中国も目指したいんだけれども、でもね、あの、やたらめったら、どっかでですね、外国人も含めて、あの、刺しまくるアホの中国人をですね、中国共産党が育ててしまったもんだから、え観光ね、全然来てくれないんですよ、中国。ね。で、これで困ってる。この二つをですね、これ、なんとかするためにですね、中国共産党はこうやってですね、あの、嘘をついて、中国は最も安全な国人、そんなわけあるかいということをどうぞ嘘をついたりであるとかですね、あと、えー、な,んなんか、とにかくね、 半日のですね、なんだろうな、金をですね、何とかして抑えないと、抑えないと、こんなもん、海外のね、アメリカ人とか他の国の人間も見てるんだから、こんなお前他国の人間をですね、もう、もろ、もう、堂々とですね、やっちまえ、殺ししまえとかいうですね、国に行きたいと思うと思う。それ行きたくないんだよね。で、この辺がですね、どうもね、あの、海外のかですね、中国を嫌う理由の一個になってるってやっと気がついたんですね、あいつらアホだからね。やっと気がついたみたいでですね、半日の投稿を規制するという状況に打って出ました。で、ね、でもですね、このね、記事が載ったですね、どんどん同じ日に 新しい法律を中国、も作ってておりましてわけが分からないよ中国スパイの取りま地で、新法令、個人の携帯や旅行者で、あと、あと外国人の携帯なんかもだよ。旅行者の携帯もですよ。ね、携帯やパソコンを、ね、その場で検閲が可能になるっていうですね、もうあの、なんかあ、あの、あの旅行者やばいぞと、あの日本人なんか変な動きをしてる。ちょっとお前のスマホを見せろってってですね、とんでもない権限をですね、現場の人間に与えてしまうですね、法令、法律をですね、また施行したんですよ。もうわけわかんないよね、中国って。わけわかんないよね。ほんと、わけわかんないと思って、このわけわかんなさをですね、 このわけのわからん動画を、ね、ちょっと今作っておるんだけれども、もうそろそろ会社に行かないかいけないから、記事読んでいい記事読んでいい、えー、まずはですね、これど,どっちをもこれ、殺人事件の記事と中国の新しい、えー、この SNS の話。まあ、こっち行ったほうか。えー、こっちはね、中国やっぱり史上初でございますからね。えー、まさかの中国政府ね、えー、中国、アホの中国国民を反日をやめるんだということでですね、なんとインターネットからですね、反日の投稿をガンガン削除しています。ちょっと面白いから読んでみましょう。えー、中国の IT、SNS への反日投稿をなんと規制しました。法人、つまり日本人らの 殺傷事件を受けてという形でね、この日本人の殺傷事件はですね、偶発的なものであると、ね、中国はね、安全だとか言いながらですね、え、実はですね、これやっぱり反日のですね、この機運ね、これ、え中国人たちのですね、この反日の考え方がですね、これ日本人に向かってるぞということがですね、中国政府分かってるんだね。分かってるからこそ、この反日の書き込みをやめるんだというね、ことをやり始めましたよ。もうね、まあまあ日本にとってはですね、これね、あの支える機会がね、減るかもしれないからいいことだと思うんだけど、 なんだろうねこのマッチポンプ。<laughs> なんだろうねマッチポンプで火をつけたら、ら中国政府が思わぬ、思ってもいないくらいにですね、ガオガオー,ーと燃え上がっちゃったから、大急ぎで消せるような状況に見えるんだから、どうなんだろうねこれね。いきますね。はい。えっ、ー、とですね、テンセントやウェイボーといった中国のネット大手が SNS などへの反日的な投稿の取り締まりを今強めておりますと、えー、お笑いですね。えー、中国のですね、江蘇省のですね、蘇州市で24日発生した日本人、え、墓志らへのですね、殺傷事件を受けた措置で、中国の当局がネット企業に指導 こうしたという見方があるとね、えー、各社がこうしたですね反日的な投稿への規制強化を発表するのは異例中の異例である。えー、テンセントはですね29日の夜に、えー、投稿の規制を強化する方針を発表しました。え蘇、ー、州での事件を受けまして、一部の利用者がえー、日本と中国の対立や極端なナショナリズムを煽りましてえー、極端な言論をでっち上げていると指摘をしました。えー、これまでにですね800を超える問題のある投稿に対処したほか、60のアカウントについてえー、発言や利用の禁止などの措置を取ったことをですね明らかにいたしました。えー、投稿ですね。 削除するなどの対応も取っていると見られますねこれテンセントとかウェイボーとかあとこれ TikTok ですよねなんかもですねこれねあの外国人の悪口を言うような動画をですね削除するという状況になってるみたいでございます、えー、中国メディアのですね在審によりますと、えー、ネット大手企業をですね26日から30日にかけて、えー、規制強化の方針を打ち出しましたウェイボーや、T、中国版の TikTok のですね Dooin、えー、あとですねニュースアプリなどを手掛けるですね、えー、ネットイースもですね公式アカウントで通知をするとこれどう考えてもですね中国政府が一気活性にですね、えー 反日行為をやめさせるんだという形で、を出ししたとしか思いませんよねで、えー、発端となったのはですね、24日に蘇州で起きた、えー、日本人のですね、ボシラが切り,切りつけられた事件であると、えー、日本人学校のですね、スクールバスを出迎えに来ていた日本人のボシラをですね、中国人の男が切りつけました。これはもう皆さんご存知ですよね。犯行を止めようとしてされたスクールバスの案内係のですね、中国人女性は26日に亡くなりました。ね、えー、TikTok はですね、外国人排斥を助長したり、抽象的な発言をしたりする利用者に厳しく対処するとしました。で、SNS ではですね、 この事件を受けまして、一部のアカウントがバスの運転手や乗務員について、日本のスパイダーとですね、投稿して、被害者を中傷したり、えー、外国人排斥を掲げたですね、新、え、潮、ー、新潮末期か、の疑話談事件になぞらえて、現代の疑話談成立をですね、主張したりしてました。これ,これ危ないんですよ。こういうのもね。 疑話事件は別の動画でね、ご紹介をしましたけれども、これは危ないんですよ。でも、最終的にはですね、あれね、あの、連合軍に鎮圧をされてますから、こんなことを続けていたらですね、中国、マジで国が滅ぶんですよね。で、日本のですね、SNS では、もともと日本人学校などをめぐって、誤った内容の投稿が目立っていました。日本人学校はですね、中国の法律に基づいて、日本人駐在員の子供らがですね、対動先の中国でも教育を受けるために設置をされています。しかしですね、中国政府が全ての日本人学校を取り壊すことを検討しているなどとした、 動画が投稿されていました。えー、そこな女の子絶対ないと思うんだけどね。えー、日本政府の関係者によりますと、こうした誤った情報を含む投稿や、日本人学校に危害を、日本人学校に危害を加えることにつながりかねない投稿を発見次第、日本政府は各社に削除などを対応、依頼をしていました。ただ、すべてに対応してもらえるわけではなかったんですよね。やっぱり、反日的な奴らがいるからね。でも、今、一斉に動いてるんですよ。これは中国政府からの指示、えー、があったのことはもう間違いないんですよね。えー、共産党メディア環境情報の元編集長、孝さんはですね、30日、 ウェイボーへの投稿で、今回の各社の対応について、中国政府の意向を反映するのは違いないと、えー、見方を示しました。えー、ウェイボーで約2500万人のフォロワーを持つですね、コウさんは、すべての人はこの強いシグナルを、はっきりと読み取るべきであるとも指摘をしましたという形でですね、これ中国初の、えー、行動がですね、今起こってますよと。で、これも無理からのところでですね、この日本人へのですね、危害だけではなくて、中国の国内、マジでやばいから。 通り魔的殺傷事件が続く中国。団地の出入り口で警備員が住民2人をめっただしいとかですね。で、今から読むのがこちらでございますわ。え中国、内モンゴルの一家殺害。これで、ね、一家ほぼ皆殺しでございます。逃走中の容疑者を逮捕しました。という形なんだけれども、これね、読む前に簡単に状況を言っておくとですね、この犯人は、この男は犯人なんだけれども、この犯人ね、なんか攻めきれないね、部分があるんですよ。なぜかというと、この人はね、 この人がまずね、殺してしまった一家っていうのは、中国共産党系列の、あの、権力者一家なんですよ。で、権力者一家にこの人は土地を貸していたんだけども、貸しているのに賃料は1円も払ってくれないし、で、えー、共産党一家でございますから、すっごい権力を持っていて、裁判をやっても全然勝てないと。で、挙句の果てには嫌がらせを受けまして、ついにこの方はぶち切れてですね、一家を皆殺しにするわけなんだけれども、そのね、あの、権力者一家の中の奥さん、奥さんはですね、結構ちゃんとした人でですね、こういうひどいことはやめましょうよと、ちゃんとお金を払ってあげましょうよと、この犯人の方困ってるじゃない ということは普段から言っていたんですよ。で、それをしていたこの犯人の方は、その奥様だけは傷つけなかったんです。ね。 なんか不思議なことが起こってるだろ、う中国。じゃあこれを読んでお礼しましょうか。中国、内モンゴル一家殺害。逃走中の容疑者を逮捕というお話でございますね。法律がですね、軽外化して政府側の道具になりました。法廷が完全なる装飾物になり下がって、誰も法廷に行かなくなった。次第に人々は自分の方法で問題を解決するようになる。これが今の中国のリアルであると。で、このうちの一部がですね、日本人とかアメリカ人とか外国人に向かっているから、だから今は中国に行かない方がいいと僕は心から思います。行きますよ。6月の18日内モンゴル自粛 呂布都市での村で、一家5人が殺害される事件が起きました。えー、容疑者のですね、ジャックさんっていうのかな、えー、43歳は犯行後に逃走して、10日間山中に潜伏していましたが、28日の朝、ついに逮捕されました。えー、地元警察は、賞金約65万円を設定して、ジャックの情報提供を呼びかけておりました。このジャックがですね、逮捕される時の様子を捉えた動画がネットで流出をしていて、これ概要欄貼っときますわ。そこにはですね、迷彩服を着たジャックの姿がありました。だが彼はなぜか笑顔だったんですよね。最初俺はサイコパスかなと思ったんだけれども、いろいろね、記事を読んでたら、 なんか複雑と思ったわあの後ろに手錠をかけられてジャックは2人の武装警官に押さえつけられた形で、えー、地面にしゃがんでおりましたこれ俺笑ってるでしょこれ犯人笑ってるでしょでも今まで抑圧されてたものが一気に解放されたという感じなんだよ今回実はね <laughs> でねえー、とどこだっけ、どこだっけ、JAK、はい、の殺人動機に関しては、公式通報では言及されておりませんが、土地を巡るトラブルであると事情を知る地元民は中国メディアに明かしているとね、マスコミは報道してないんですよね、地球獄共産党にとって都合が悪いから、しかしインターネットを中心に弱に同情する声が今、上がっているんだと、弱は長年です、ね、村の有力者に、えー、よるです、ね、理不尽な扱いを受け、何年も裁判を起こすなどして訴えてきたが、全部裁判には負けておりまして、ね、権力者だから、コネがあるんだよね、えー、解決をされないという状況にありました。 報道によりますと、ジャックさんはですね、生涯独身の身で、被害者となった隣人の一家ね、これが権力者一家なんだけれども、に、えー、家の土地をですね貸してたんですよ、で殺害された一家については、村で応募を働いてきた権力者一家で、長年にわたってジャックさんの土地を家の土地をですね占領してきたにもかかわらず、賃料も払わなかった、ジャックはですね、土地の権でですね、えー、何年も法廷に訴えて裁判を起こしてきたんだけれども、コ、え、ネ、ー、のある権力者には必ずずっと負けていた、ねさらに棺桶を送りつけられるなどの恥ずかしめを受けてきた結果、ついにとうとう ね、官人袋の尾が切れたという情報もあると。しかし、凛家のですね、奥さんね、この隣の,家のね、この権力者一家の奥さんだけ、嫁だけはですね、縛られただけで殺害はされませんでした。ジャックが彼女を見逃したのは、その彼女がかつて、えーとの、土地がね、ジャックさんの家のものなんだったらですね、返してあげてくださいよと、その家だって生活があるんだからと言ってかばってたんですよ、ジャックさんをね。だから助けたと。えー、つまり彼女のその善良な心が最終的に彼女を助けたんだとね、善良な嫁だけが助かった、えー。このエピソードを知ったネットユーザーたちは、やっぱり善良な心を持っていないとダメだと。 え、誰もが簡単すざるを得ないと本当に思ってるか、中国人、おい。え、善良の嫁だけを見逃した弱の決断や、その長年いじめられてきた境遇は、ネットユーザーの共感を呼んで、彼のことを勇者と呼ぶ声も多く上がってる。でもね、殺人事件を起こしちゃったらやっぱダメなんだけどね。え、正義がない世界で、え、人々は自分たちの手で正義を果たすしかない、えー、のにえ、この結末であるとね、もうすごい世界になってるだろ、これ。ね、法律とか関係なくなってるんだよ。え、不作為な当局、弱者のいじめっぷりに目をつぶり、権力者側に加担をした当局も、また犯人と同じであると。で、村で応募 働く権力者やその背後にある勢力など、そういった根本的な問題を解決しない限り、似たような事件は今後も減らないであろうと、え殺人が起きる前、正義があったならば事件は起きなかったでしょうといった嘆きの声がですねネット上で広がっておりますと、そして過去にも同様の事件がございました、2021年には福建省でもですね土地の紛争をきっかけとした隣人一家殺傷事件が起きている、2人が死亡、3人が負傷という状況でした。容、えー、容疑者自宅の容疑者者自自宅宅ののですね解体新宿工事が当局に認められまして古 家の建築が始まろうという時に、隣人一家から妨害をされ続けたそうでございますね。その結果、容疑者一家5人はですね、えー、5年間、鉄のですね、えー、鉄で覆った小屋での生活を余儀なくされて、つまりね、妨害されててから新しい家が建てられなかったのね、古い家は壊しちゃってるのに。えー、だからもうわけのわからん、掘ったて小屋で暮らすう状況に追い込まれたと。で、容疑者の家の30歳の長男もですね、これが原因で結婚ができなかったことが動機にされておりますと。ね、えー、容疑者はこの問題について、複数の政府部門に苦情を持ちさせて、メディアに助けを求めてきました。 歌えたが誰にも相手にされなかったんだってさ。さメディアの報道によりましたらですね。容疑者の人物像について、地元住民は親切で大きな善行を積んだ。正直者ですと。と海に飛び込んで溺れた子供を助けたこともあるというですね。心の正しい方だったんだけど、なんであんなことをやっちゃったんだろうと口を揃えて言いました。中国では近年ですね。長年いじめられてきたおとなしく温厚だったと思われるですね。村民がですね。ある日、突然いじめる側、大抵は村の権力者の一家をですね。皆殺しにするですね。事件が各地で起きております。と、こんな事件が各地を送れてどういう社会なんでしょうね。 え、この事件背景にあるのは、権力と金があればいくらでも被害者側を抑圧、弾圧ができるというですね、腐敗問題と、金も権力もない側は法律に訴えても大抵の場合は叶わないというですね、絶望的な状況があるからだ。本来正義の味方である警察も裁判官もね、政府もね、悪人側についた時、庶民は絶望して、自らの手で正義を貫くに至るしかないと、そんな悲しい現実が今の中国社会にあるというですね、こんな記事がですね、もう次から次へと出てくるくらいですね、中国社会っていうのは今ね、鬱憤が溜まりまくってると。そのうち の一部がで、すねね日本人人とかアメリカ人に向いてるっていうのののが今の中国の現状なんだよ、ね、でちょっとでも外国人に向け、その、その面をですね、向けないようにですね、中国共産党がついに反日の書き込みをやめるんだ。日本の悪口を言うなということを言い始めたんだけど、もともと煽ったのは中国だよね。まさにお前はお前が始めた物語だろと言いたいんだけど、まあこういうことをやってくれたらですね、日本人の被害もですね、減るかな <laughs> 減るのかな減ってほしいと思うけどね。はい、ということでですね、これね、あの、マッチポンポをやっていた中国をね、えー、思わずそのマッチでつたら、 けた日がですね中国共産党つら結成消せないくらいですね今燃え上がりつつあるのが中国でございますので中国にみんな行っちゃダメよんという形でですねはいちょっとじゃあ会社行ってきますじゃあねバイバイ